キャノンキャノンのカメラ製品一覧、キャノン XC シリーズキャノン XC1、キャノン XC1、キャノン XC1 は、キャノンが製造、販売したコンパクトデジタルカメラである。2012年3月9日発売。2012年2月23日に発売された XC3 の上位機種という位置づけ。発売当初の価格はオープン価格で、 直販サイトの販売価格は39,980円。本体の塗装色は画像のホワイトのほか、ブラックの2種類。塗装の表面処理が異なっており、ホワイトはサラサラとした軽いなし地塗装になっているが、ブラックは光沢のある塗装が施されている。本体は小型化するため、共同の沈道時にプリズムを対比させることで空いたスペースにレンズを収納する。 屈曲鎮動プリズム対比挙動という方式が採用されている。これは以前に発売された同社のコンパクトデジタルカメラ XC50S が初採用している。総画素数約1680万画素の1、2.3型イメージセンサーを搭載しているが、その中心部のみの限定した範囲を実画面にしているため、有効画素数が1 0 0万画素まで下がっている。これも、 本体小型化と購買率化を両立させるための仕様になっている。この機種の最大の特徴は3.2型の化圧式、タッチパネル液晶を採用していることと無線 LAN を搭載していることである。背面にボタン類は一切なく、操作はすべて液晶画面をタッチして行うようになっている。無線 LAN 機能はアプリのカメラウィンドウをスマートフォンにインストールすることにより、 イクシー1で撮影した画像をスマートフォンに転送することができる。また、イクシー1同士で画像転送をすることも可能になっている。動画も転送が可能で 720p で撮影された動画まで対応している。ありがとうございます。